エジプト総督ムハマンマド、アリー、オーギュストクーデルサク、1841年。サファビー朝のカルトリ総督、ロスタム。ワーリー、ワーリー、またはバリーは、イスラム世界で、知事に類する地方行政区画の主張を指す肩書き。ワーリーが統治する区画は普通は、ウィラーヤと呼ばれ、オスマン帝国の場合は、ビライエ島と呼ばれていた。 アラブやイスラム文化の影響を受けた一部の国では、現在も使用されている。アルジェリアでは、ワーリは、全国で58設置されている県の知事であり、地方行政の長であり、大統領によって選ばれる。イランではこの用語は、バーリとして知られ、重要州の領主もしくは総督を指す。サハビー朝時代、以下のような各地の旧支配者を世襲のバーリとした。これらは、 サファビー朝の地方の朝であるベーレルベーに相当する地位だったが、いずれもイラン本土の西側に位置しており、対外防衛の責務があった。ガージャール朝時代、グルジア諸国はロシアに並行され、摂取領主は中央政府の高官によって置き換えられた。バーリは皇族と関係づけられることがあり、例えば皇太子は伝統的にアゼルバイジャンのバーリの称号を保持していた。バリは、 オスマン帝国では最も一般的な知事の称号で、あると訳される例えば、フランス語版、オスマン帝国憲法。地方行政の単位であるビライエトの長である。軍の長としてはしばしば、パシャとも呼ばれた。歴史的な変化については、オスマン帝国の行政区画を参照。かつてオマーンのスルタンは、ケニアのモンバサを支配した際、この都市に、地元では、 リワリ・リーワリーとして知られるワリを任命した。現在のオマーンでは11のムハーファザの下に62のウィラーヤが置かれている。ウィラーヤの長はワリである。1997年の再編で、モロッコ全土は16の地域に分けられ、国王から任命されたワーリがその主張となった。現在では2011年、モロッコ憲法改正国民投票に伴う文献策として、 地方議会の長にその権限を譲っている。ワリはパキスタンでは1969年まで存在していた反自治国家スワートの支配者の称号だった。現在、フィリピンのミンダネオ島南部に置かれているイスラム教徒の自治区であるバンサモロ自治地域の儀式上の主張はワリーと呼ばれる。実権はないが各種の儀礼で役割を果たし、また自治政府の首相の助言に従って、 議会の解散、召集を行うなど、地域全体の象徴的存在である。トルコでは、バリは81県で構成される、トルコの地方行政区画を管轄する、県知事の省である。官僚の中から、内務大臣によって指名され、大統領によって任命される。なお、1987年から2002年まで、非常事態地域知事という北クルディスタン地域の、 複数の県知事の上に立って調整監督する、いわば上級針が置かれていた。ありがとうございます。